展開までのあらすじ。ギリシャの動物園改革に着手したユックリは、動物の飼育環境を改善して、抗議団体にお帰りいただくことに成功したのであった。さあ、今回も動物園の開発をしていくよ。OK、で今回は何をするんだ？じゃあまずは開発計画を確認しよう。おう。パート1、パート2ではこの中央のエリアを中心に、もともといた動物の展示場を改善してきたよ。そうだな。今回は残ったエリアの中でも中央に近いエリアを開発したいと思います。この赤いところだな。そして次回こちらを開発して完成の予定だよ。ふう、結構大工事だよな。全く人使いが荒いぜ。だね。じゃあ合わせて開発条件も押さえておこう。おう。ハイイログマとアムールトラの飼育、14種類の動物の飼育、年間利益$25,000、来園者2200人を達成。大きくこの4つだね。結構あるな。利益と来園者数はそれほど難しくないから、基本は動物の種類を増やしていけばクリアできると思うよ。 OK、 じゃあ早速取り掛かろうぜ。そうしよう。どこから行こうか？もう決めてあるよ。今日はこの島から始めたいと思います。スタッフ用の休憩所なんかを建てたところだな。まだプレハブ状態でちょっとみっともないから、かっこいい建物にしよう。そんなセンスあるのか？ノープロブレム。センスがなければパクればいいじゃない。元からあるこちらの建物を真似しよう。何事も模倣からだよ。さすがに本家だけあってすげえ参考になるよな。そうなんだ。ほい、早速作ってみた。作ってみると構造もよくわかっていいよな。そしたら通路を作って色を塗ったら完成だ。おお、さすがにいい出来だな。これでスタッフも喜んでくれるだろう。テラスでのんびりしたいぜ。じゃあ、次は動物の番だね。おう、展示場を作るんだな。うん、新しい動物を導入していくよ。まずはフェンスで囲っていこう。うん、こんなもんかな。ちょいと横長だな。そしたら早速動物を導入。なんか角が立派なのが来たぞ。オリックスだよ。角は1メートル近く伸びるみたいだ。ちなみに野球チームとは全く関係ないみたいだね。私はずっとこの動物が由来だと思ってたよ。マジかよ。じゃあ展示場の環境を整えよう。砂が足りないみたいだな。アフリカ南部の砂漠地帯が生息域みたいだ。そしたら砂をファサーと。か、なんかいつの間にか建物できてね。そこは後で紹介するよ。ちょっと岩も混ぜよう。ファサー。充実品なんかも置いて完成させちゃおう。それじゃあ案内していくよ。ニアラの展示場を抜けて橋を渡っていくと、そこにはスタッフ施設と一体化した新たな建物が建っています。また白壁の街並みが増えたな。緑にあふれた中庭からは屋内展示場でくつろぐ姿を観察できます。アーチ状の窓が雰囲気出るよな。うん、ローマ建築っぽい雰囲気をイメージしてみたよ。砂漠っぽい乾燥した地面と合ってる気がするぜ。屋外展示場は少し横長に広がっているので、のびのびと駆け回る姿がよく見られます。背後の山がうまく溶け込んで奥行きもあるように見えるな。そうなんだよ、私も気に入ってるよ。岩も好きみたいで飛び跳ねる姿がよく見られます。わお、これは活発だ。柵も飛び越えられちゃいそうだ。ほんとだねー。屋内展示場の反対側には観察用の東屋があります。日差しが強いから助かるぜ。ただあまりこちらには来てくれません。ダメじゃん。通路脇にはショップやトイレも用意してますので、疲れた時はご休憩ください。これも助かるな。さて、純濃度も 94% と安定。性格が繊細な割にストレスも溜まってないな。そうなんだ、来園者と適度な距離を保ててるみたい。もちろん繁殖もしっかり成功。これは可愛いな。角もちょびっと生えてる。さあ、このエリアの開発はこれで完了としよう。 OK、じゃあ次に行くとしようぜ。どんどん進めていこう。では、次の開発エリアはこちらです。ちょっと狭そうだな。うん、それに他の島からちょっと浮いてるから、接続も含めてよく考えないといけないね。土地の高さも一番高くなっているな。それもちょっと厄介なんだ。じゃあまずはこちらから橋を架けていこう。
橋っていうか半分階段だな。まあね。続いて、展示場をレイアウトしていこう。まずは三日月城に道を引いて。そしたらその中にフェンスを立てていこう。円形の展示場になるんだな。その予定だよ。そしたら観察エリアを作っていこう。これは2階建てになるのか？ちょい待ち。ほい、こんな感じで上下で見れるようにします。土地の傾斜も使ったんだな。そして、そこに上物を建てたのがこちらです。制作すっ飛ばしたな。作るのに夢中になると大体録画を忘れる。ってわけで、ここから仕上げていくよ。それじゃあ案内しよう。動物園入り口から左に伸びる階段橋を渡ると、そこには新エリア熊の回廊が見えてきます。展示場を取り囲む通路には円柱が配されており、その隙間から熊を観察できます。おお、ここは灰色熊の展示場にしたんだな。うん。そこから崖沿いに少し歩いていくと、そこには地下観察エリアがあります。地下じゃないけどな。こちらでは野外と屋内の両方を観察することができます。ちょっと巣穴感があるよな。結構間近で見れるし、まさに穴場。クマは全く人を気にしてないね。さあ、地下観察場を出たら少し坂を上がろう。そこは広場になっており、ショップや展望を楽しんでいただけます。ですが、今は、さらにこちらを上がっていきましょう。おお、藤の巻きついた噴水が涼しげだな。こちらは私もお気に入りです。でも今はその先に進みましょう。こちらは上からクマを観察できるテラスになっています。いろんな角度から見れていいな。動物の観察だけではなく、景色を眺めるのもおすすめです。ちょっとした展望台にもなってるんだな。またこの展望スペースの奥はスタッフ施設となっており、そこを通り抜けると、展示場につながっています。アクセスも近くて効率的だな。広場に面した一角にはショップも入っているので、この建物だけで展示場、観察エリア、スタッフ施設、ショップの、4つの機能を持っているんだ。階層構造と多機能にすることで、狭い立地を有効活用しているんだな。そうなんです。純濃度は 99% か、こちらも問題なさそうだ。そうなんだけど、何か問題があるのか？スペースが結構ギリギリなんだよね。100平方メートルしか余裕がないのか。子供が生まれたらちょっと足りなくなるかもしれない。これ以上の拡張は結構しんどいぞ。まあその時に考えよう。そうしよう。よし、じゃあこのエリアも完成だー。おう、順調に済んだな。今回は楽に終わってよかったよ。それなんだけど。え？次回に向けて下準備をしておこうと思います。マジか。で何をするんだ？まずはこの島と次の島をつなぐ道を用意したいんだ。しょうがない、どうせ必要だしな。でもかなり高低差があるぞ。うん、なのでまずは階段を作って、そこから橋にしようと思う。めちゃくちゃやり直してるな。崖との距離感が難しい。ここから橋にしよう。なんとか骨組みはできたな。そしたらしっかり作っていくよ。ここも石垣と白壁で作っていくんだな。もう徹底していこう。ほい、完成。おお、なかなか立派な階段になったな。階段はあまりこだわってこなかったけど、なかなか雰囲気よくできたんじゃないかな？ここはちょっと歩かないといけないから、お客さんのためにもしっかり作っていいと思うぜ。はい、お疲れ様でした。また次回。まだ終わらないよ。まだあるのか？これ以上、何をしようってんだ。この円を完成させるためには、一つ重要な要素があります。なんだ？それはモノレールです。複数の島で形成されているから歩き回るには不向きなんだよ。確かに繋がってないところも多いからな。でも今はこの青いラインしかモノレールの路線がないから、これを園内を一周するように沿線したい。ループしないと車両も1台しか走らせられないしな。うん、ということでこんな感じで繋げてみようと思います。これまた面倒、いや大変そうだ。大丈夫、敵はコピペしておいていくだけだよ。そんな適当でいいのか？細かいところは次回の開発の時にやっていくから、今回は大元の路線だけ繋げてしまえば OK だよ。なら、それほど面倒でもなさそうだな。
そもそも乗り物は設定が細かくてあんまり得意じゃないんだよね。正直、最初はすげえとっつきにくいよな。うまく来園者の動線に組み入れるのも難しいしねー。なんて愚痴を言っている間に、もうできそうだな。あとは、ここをつなげば完了だよ。できたー。とりあえず繋げたはいいけど、何もない駅で降ろされたお客さんがとぼとぼ歩いてるぞ。それはまずい、早くこちらも開発しなきゃね。でも次回な。次回こそこの園を完成させるぞー。